丈夫、始めてもらって大丈夫です。あーもう OK っす。別にいいけど、吉野さんのおごりで。なんで俺のおごりなんだよ、なんで俺のおごりなんだよ、関係ねえわよ。実況します。リピガーイガルグさんの手がリピガーからアバさんのミュー。さあやってないとか言って順当にここまで勝ち進んできたらアバさん、さあイガルグニックはどこまで持つか。ボクシーメイダル、ここで回そう。 A3 4D ハイジャンバリが、さあここでつぬぐい、やってない、やっぱやってない。さあすごいビームが邪魔する。ここでつぬぐい、アトミックコールだ、ためビームがうざい。さあとりあえず距離を離す、マジやることないのがテイガー。ハーツディ振るが問題ない、ハーツディ突っ込んできて 2B が落としてしまった。さあコンボしている。さあタメビコン、めっちゃかっこいい、これすっげえかっこいい。まずアンコンもここで爆捨てし当たってしまった。ここでバスト、すげえ低空で吸い寄せられた。さあロシア取って、これは死んでしまった、楽しいね。まずは一本乗っていくならアバさんのミュー。さあ開幕 6B 強気。さあ 6B 食らうと3000ぐらい減るのがムカつく。さあタメビコンバッチリできて3300。さあ前転からエドラガードトインがじゃんけんポン8、打撃タク、アトミックコールだからタッチ6へ2C、アトミックコールだからタッチ D、ストレッチ距離を離しまっておく、タッチ D、ステージでエースレが当たるがコンボレがない。さあ磁力の推進力を得てすごい行きたちが飛ぶ、いろいろあって吹っ飛ばしてコンボしていくのはミューゴ、一気に画面端4300、4500、4700、4800減りすぎ、ダメキ指導、タッチ指導か。さあビームが当たってしまった、マックススパーク打つが6位、2C、カウンターサルト。ここでゼネシック、やっちまったー。わーい、ここで取り返していく、わがままだな、わがままや。さあ謝っているが聞こえていないぞ。さあ開幕ジャンニジ、ここでチャージしてとりあえずさっさとスパークを取りたい。ジャンニジメイトル、お互いカウンターだから何もできない。ミスレー当たってしまった、問題ない。ジャンニジだが今度は負ける、足やってしっかりコンボしている。やってないっての嘘なんですかね、やっぱりジャンニーに対してつぬぐい。ここでヤトの鏡ビーム打っておく、ビースレーまだ残っている。6位紫だけしっかりのスパーゴールド、ここでバースト、ジャイナシッカーしっかり飛んでいる、ここでバースト、アドリックゴールだ。ロクシーガード、剣ガードしてバグステ、ビースレーに対して 2B3C 使ってジャンシー飛んでタッチ、タッチから 6C が当たってしまった、ここで爆発して問題ない。スパーゴールド、タッチ D、 2C タッチ D から剣、距離離すタッチ D、 磁力ついてるんで迂闊に逃げれない。ここで吸ってエドラ、さあワンチャンガチ、じゃんけんポン、お互い逃げる、アタックルで外してきた。これはコンボ見せらなければ、いくたちからジャンシー、タッチ D からわーっとこのジャンからレッチマクティゼッカー、なんて、おはははは、イガルグさん、やってるよ、いやー、リュウナー勝ったのはイガルグさんの手が、なんか持ってるわ、持ってるな、やる、それが草薙の力なの。ビンタ、最悪や。おい、また陣、画面の4分の3が陣じゃねえか、またかよ、こんなん真っ赤じゃねえか。今日はテイガーより陣の方が多いね。さあ、開幕 2D が取ってしまった。1P が5曲の出が、2P が LO さんの陣。早く飛んで、さあ、いろいろやって、こんなとこに着地したとこに立ち火。少ねえのかな。さあ、チャージして、2D、立ち火、クラストリーが持ってる、危ない。牽制か、牽制意味あんの。さあ逃げたいクーだが、しっかりバリがしている。ビーム層からしっかりコンボしてせっかちで距離離す、
マギはしっかりしてくれ。西井大輝はしっかりしている。ジャンディアタラシジャンシー飛んで2つのラインを上げるしかない。ここで投げはしっかりで、バックスリースパーが出て、あーしっかりガードから、さあタッチディロケーが使っちゃった。ここで東方陽神一本取っていくのはエローさんのに、しっかり飛ばれますね。これまだ2ラウンド、タッチディ 2D から6C、ね、6B しっかりバックスでかわすが危ない 2D が出しちゃった。その 2D は何を見るんですか、あれ怖い。ジャンビーからいろいろやって、ジャンビー当たって、さあ上から振ってきたか、 8B で 5B が強すぎる。ヒーターンスに締めて3000、2起き上がり、ね、さあ 2D ガードして、さあ紫投げしっかり受けて、しっかりガードしている。 C 上流ダッシュ、 C 上流からダッシュ流、まだコンボしていく、バータイム D 当たるかもんでない。ここで投げが通っちゃった、オーバードライブ。これはコンボ見せらなければ死んでしまうんじゃないか。いくいく、鉄火陣から東海王で死んでしまった。よく見る光景ですね。パーフェクトで締めていく、勝ったのはエルオさんの陣です。さあ B 筐体側、 B 筐体は11、いい勝負。ジャンニシーガンダイットからさあサイン、あもうすぐ C 5C で、おーっと体側がワンピッパーレイデさん、呼吸体側レイデさんの陣とラワさんのミュー。さあまたジンですね、これまたジンばっかじゃねえ、ジンばっかだな、おい。2分の1がジンです。さあ行きましょう。あー開幕距離詰めるのはミュー側だったか、飛んで逃げる。さあジンはなんか素体系がすげえきついらしいけど、俺なんできついかいまいちわからない。素体系がなんかジンはきついらしいけど、なんできついかいまいちわからない。なんかノエルもきついって聞くけど、知らねえよ。いやなんかトンキスさんもきついって言ってたよ、ノエルとか。さあつむぐい、つむぐいラピッティング。さあまあこれ空投げを取って 6A から 6B でまだ知らない、これ剣でジャンニシーから様子見、投げはしっかり抜けてジャンニシーガンダイット、 A ポン取っていくのはラバさんのジン、ラバさんのミュー、ジンって言いそうになった、ラバさんのジンって言いそうになった。さあここで空投げ、地面が 6B 地面5に合い減るね。さあ引かれて、さあビットが画面外から飛んでくる、それで食いしめて、さあ一回飛んで着地したからの 2B 下段だく、見えないです、見えないです、すかし下段がきつい。さあここでオーバードライブ、この隙間マン、おーっと早いよ。ここでオーバードライブ、それで食い、つぬぐい極める、つぬぐい単発2A刻んで 6A。 さあここでつぬぐいで切り返す、じゃないよ。さあここでダッシュ 2B が当たって、あーただラボさんのミュー、楽しいですね。さあスパーゴールだ、やると思った、もういつものやつだ、やもうお前りてだけやけど、決定戦決定戦、ちょっと待ってちょっと待って、あちょっと待って投げキャラが嫌い、投げキャラが嫌い。さあ今度の昇進勝負の前日、あの牽引していかでございます。ええって言うな、えって言うな。さあ 1P が東京くんのっていうか、 2P がラバさんのミュー。さあお互いランクアップしたいとこ見たかったな。さあ 6B ドラ、で B ドラしっかり反応してる、ナルトインガからじゃんけんポン、ガジェットインガからもう1回 B ドラ、これ入るんですよね、割り切っていく。さあしっかりガジェスカシは分かっている、さすがにもう食らわねえよという感じ。さあ一旦様子見、別に俺も攻めなくていいもんっていう感じの後ろ歩き、あっち置いとく。さあ 2A 対空バイ、力強いスパーボルトから 6C マグネティックコイル、しっかり殺している。さあ B ドラにまつくらうと一気に体力が赤くなるのがやばい。さあ開幕しゃがんで様子見、ジャンビーさあ投げが見えて怖い。 6C 当たって、さあ行き出し込み失敗する。さあ見えないやつ来た、ジャンビーが出しまった、画面端なんで伸びますよ。さあ空港してビットで締めて、ビット置いとく、ビットが画面外から飛んでくる、はいジャン飛んで、とりあえず位置を入れ替える。投げがジャンビーで打ってくる、どんな読み上げしてジャンビーで打ってこれるんですかね。
ロング2C からガジェットウィンが画面端をキープ、脱出するのにずうずうしい。ロムキャン逆に当たる、ロムキャンじゃねえ、やべ、イグザードだ、フィースレイグザードか。さあ 2D が掴んで6、繋がらない、ステージハンマー。さあここでバスト、さあ体力5分に近い状況、 2D 突っ込んできてバグステ、つぬぐい呼び、いいね、さあ、ロビー取って、いくからジャンシー、ジャンニシーから、ナニシー、さあ、でも両方即死圏内。さあ、ここでカウンターサルト、タッチ D、 2D が扱うか、あー、確認できない。さあ、ガードして飛ぶ、ここでビーム打って、ロースビー、すげえ怖い怖い怖い、ゆっくりビームがすげえ怖い、ゆっくり近づいていく。さあ、一本取り返していく、ラバさんのミュー、お互い 1-1、 最終ラウンド、バーストは手側が残っている、ミュー側がバースト全くない、いや機動力がやべえな。ジャニシーで打ってくる、ミシーが使っている、なんかカウンターはない。ジャンビーに出して差し込みに来たところにタッチエが当たる、ジャンケンタッチエヒット、サンシーがアトミックコールだ、ダッシー 6A、ミシーアトミックコールだから、ガジェットウィンガー3000、タッチエ、あー知らねえならやってやるって感じ、俺は死んだ、最近やってないから、はい、どうだろうっていう。3位は国標さん、アンダースケさん、あとレイルさんチームです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ3位が決まりましたね、一大進行です。そうですね、一大進行でどっちが先に行くか、じゃあこれでちょっと